調査部屋が出来上がりそうな予感がする。ナルトに出てくる渦巻きナルト君風コスプレメイクに挑戦したいと思います。そしてなんとウィッグも自分でセットしようと思っているので、あーうまくいくか不安なんですけれども、最後までぜひ皆さん一緒に頑張りましょう。レッツトライ。ファンデーションはこの粉タイプのものを使います。これはスタジオ用のファンデーションなのでかなりマットに仕上がります。こんな感じです。眉毛をこのコンシーラーで潰していきたいと思います。コンシーラーで眉毛を潰した上にさらにまたこのファンデーションで粉を叩いていきます。粉を叩いておくと後から眉毛が描きやすくなります。ナルトくんの眉毛はこのイエローの色を使いたいと思うんですが、その前に、茶色をのせて、眉毛そのものの形を作っていきます。ブラシはちょっと細めのものを使います。ナルトくんの眉毛はちょっとカチキな感じでつり上がっているので、斜め上に吊り上げていきます。ペンシルアイライナーを使ってナルトくんの目を描いていきたいと思います。まつげを潰していくように普通にアイラインを引いていきます。引き終わったらナルトくんの目は釣り目なのでここから引き上げていきます。引き上げたらそのまま下にちょっとだけ持ってきます。この時粘膜のところは塗りつぶさないで開けておきます。上まぶたを塗っていくのですが、この時塗る時は目をがっつり開いたまま塗ってきます。そしてさらに吊り上げていきます。この時も目を開いた状態で塗っていきます。そうするとこんな感じになってくるので、閉じたり開いたりして調整していきます。ある程度上が濡れてきたら今度は下を描いていくんですが、あ、ちょっと待ってください。ポイントはここからちょっと離れたところから引いていきます。こうすることによって漫画みたいな目になります。こんな感じです。黒と灰色のアイシャドウを使って今、ペンシルで描いた部分をなじませていこうと思います。ペンシルの上からシャドウを足すことによって色ムラがちょっとだけなくなって見た目も綺麗になります。このホワイトを使って白目を描いていこうと思います。この粘膜の部分に
後ろを乗せていきます。このシオンの役割は粘膜の上に乗せることによって白目が広がります。そしてこの外側にも白をつけることによって、このペンシルで描いた黒ライナーのちょっと汚れを取ります。このブラウンのフェイスパウダーを使って、顔にちょっと陰影をつけていこうと思います。この陰影をつけるとより男らしい顔になるんですが、今回のナルトくんは若い頃のナルトくんなので、普通こことかにも陰影を入れて男の子っぽくするんですが、ちょっとここには入れずに上の方だけに入れて子供っぽさを出そうと思います。この目の周りだけ入れるだけでもすごく印象が変わるので、逆にこっちは陰影を入れずにちょっとふっくらしたまま、唇をこのコンシーラーで色をつぶしていこうと思います。色を潰すことによってよりアニメっぽくなります。ちょっとだけ粉を叩きます。このブラウンのアイペンシルを使ってナルトくんのほっぺにある不思議な3本の線を描いていこうと思います。右と左違うかも。こんな時のために万能リップクリーム、このリップクリームをちょっとだけつけるとすぐ化粧が落ちます。ほらなくなりました。肌につけてもいいテープを使って、ナルトくんの目が釣り目なんですけれども、よりそれに近づけるために顔を引き上げていこうと思います。キャー、このくらいかな。前回ナルトのサスケくんのコスプレメイクをした時に、視聴者の方から毛先の方に吹きかけると重くなってしまうよというアドバイスをいただいたので、それを参考に根元にだけ吹きかけていきます。15センチ離れたところから吹きかけると良いとのことでしたので、えいっ、重い。乾かすまでちょっと待ってみます。お、はちょっとなんか波が立ってます。視聴者の方によると軽めのワックスを毛先につけると良いとのことで、ちょっとこれをつけてみようと思います。逆にするということなので
あらカットしていこうと思います。あ、なんか視聴者の方すきばさみを使うといいって言ってたな。ちょっとそぎ落としていく感じ。これどうやったら固まる？一つに。いやー、とんでもない無造作ヘアが出来上がりそうな予感がする。わー、やっぱもっとスプレーしなきゃいけないんじゃないかな。クシャ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 とすると、じゃん、立った。やっぱりこの櫛にスプレーをつけて立たせるのが一番簡単かも。額当てをつけていきたいと思います。あっ、くるっ、シャキーン。というよりもこのウィッグにかなり時間がかかってしまったんですが、皆さんもぜひに、頑張ってやってみて。ハッファンはファッション。 All new trends in Japanese pop culture.